次はね、はい、こちらのコーナーです、うんうん、今回の新イベントミラージュマリアージュにちなんでこちらのコーナー、はい、題して即席プロポーズ対決これなんだかご存知ですか？箱です。あまり嬉しくない箱だね。箱ね、まあ、大体嬉しくないことに使われる箱なんですけれども、そうなんよ。こちらのコーナーではそれぞれがくじ引きをいたしまして、うん、そこから出た単語を必ず使ってプロポーズの言葉を考えて いきます、はい、ただしシンキングタイムは10秒という結構鬼畜な感じで短い ね、 ね、2人とも発表した後、皆さんにアンケートを取ってどちらのプロポーズが良かったのかを決めてもらおうっていう感じでございます、はい、3回勝負して負けた方には勝った方の考えたプロポーズの言葉を本気で言ってもらいます。さっきスタッフさんがチュキチュキ大チュキとかでも言わな本気で言わなきゃいけないんだよって脅された。あーやだ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 あきちゃんこれをやるために声優になったわけじゃないんだよなんかこれちょっと見ちゃった。あ、これはかりんちゃんに言わせたいって。え、マネージャーさん大丈夫ですか？大丈夫か？え、これアウトかもしれない。ちょっと S さん大丈夫ですか？まあいいでしょう。これダメかもしれない。ちょっとさっきのスタッフさんの例題を使わせていただいたわ。これ私悪くないからね。え、なんかSE ついた。私悪くないから。そうだよね。あ、スタッフさんもね言ってたからね。うん。ぜひ言っていただきたいと思います。やりますか。はい。まあ私が勝てばいいからね。みんな。絶対私に入れた方がいいよ。いやダメダメダメな、そこ。あーしのんで、あ、うわうわうわやるやるやりますか。もう出ないよこの番組もう始まったばっかりだからそんなこと言わないで、ね、はい、なんかここでこうフラグを立てるのやめましょうね。はい、いや1対1になりましたよ。じゃあ3ガチャ引いていいよ。でもさ、大きいやつ引いてくださいって言ってたよね。そうだね、大きいやつは1枚ずつですか？明らかにサイズ感が違う。明らかにね、ですよ。もうなんか明らかにでかいのがあるのよ。3枚ね。あ、合ってる合ってる、うんうんうん、では、うん、はい、しました。じゃあ行きますか。え、なんか、なんか、なんか、終わったかもしれないねえ、オッケー、オッケー、地平道は違う回で使って地獄、地獄のやつあったじゃんね。え、カニちゃんは私結構いいよ。何？私以外、乾杯。あなるほど、地平道か。じゃあ、大きいやつ。なるほどね。これ使うの？どうしよう。なんかそれいつかのイベントでイラストゲームみたいなやりました。前田香織香織前田香織がいるじゃん。え、なるほど、うわ、どうしよう。じゃどうしよう。え、なに、ま、前田香織って何？どっちからやりますか？じゃんけんで勝った方からやる？オッケー、最初はグー、じゃんけんぽい、私からだね。なんで勝った方にしたの？なんか男気あるじゃん。か、男気になるんだよね、いつも勝った方から。いきます。俺たちがしわくちゃのおじいちゃんとおばあちゃんになるまで。しわくちゃは嫌。俺は地平道を吐いてお前を養っていくよ。うん、なるほどね。うん、
なんだなと思って、あ、運かありがとうとかじゃなくて運かみたいなね、運なんだみたいな。なるほどね。どうしよう、大喜利になっちゃったね。頑張れ。いきます。はい、お願いします。君の瞳に乾杯。かわいい。前田香織もかわいいけどさ、お前田香織がカナホになってる時めちゃくちゃかわいいんだよね。私以外見ないでよね。おお、近くないですか。これのこのギミックがちょっとむずすぎるよね。ちょっと前田香織の存在感がすごかった ね。なんなのねえ、前田香織なんなの。でもさ、これをさ、何の不正もなくかりんちゃんが引き当てたっていうのがすごくない？まあまあまあ、すごいよ。高菜穂なんで。そうだね、絆を感じます。磯前なんで。磯前だからね。磯前ではあるけどね。磯前なんで。磯前だね。磯前です。え、あやったー、なんでやりましたわ。前田香織見てるか。香織香織、これは前田香織系だったのかな。ありがとうね、香織大好き。いいよ、前田香織の時もカナホの時もどっちも可愛い。もっとどっちも選べないぐらい可愛いからね。香織は可愛いけど、香織は可愛いよ。香織は可愛いけどさ、でもほんまに前田香織ってどこにでも出てくる。確かに。でさ、ツイッターのさ、なんかそのトレンドを下行くとさ、なんかおすすめトピックみたいなのが出てくるのね。もう絶対前田香織がいるのよ。おすすめトピックに絶対おすすめされてる。絶対ね、香織をおすすめしてくれるから。私香織フォローしてるけど、なんかおすすめされるんだ。そう、もう全部教えてくれるの。香織のつぶやきじゃないものまで香織が出てるやつ全部教えてくれるから。すごい。そう、ありがとうございます。そういう制度あるんだ。ところで、次行く、もう9時になるよ。お知らせというか、山根さんにちょっとお聞きしたいんですけど、罰ゲームっていうのがあるのご存知ですか？いいえ。ご存知だと思うんですよ。いい。私が書いた。いいよいいよ、もう。罰ゲームを紹介いたします。こちら。はぁ、私本当ありがとう。すいません、マネージャーさんいますか。マネージャーさんいますかね。かりんちゃんのマネージャーさんでもいいですけど。おお、救世主現る。見本見せてくださいっていうカンペが出ましたよ。これはいいよ。だってさ、相手に言ってほしいよってなって聞いたの。いい番組だな。また来ようかな。いい番組だな。何これ、罰ゲームに前に罰ゲームなんですよ。自分がやったことはさ、一瞬待って自分に返ってくるって言うじゃん。ちょっと待って、読ませて。なんて書いたっけじゃないのよ。はい、最悪だわ。アミュー自体青手プロダクションって書くな。では見本を見せてほしいな。いきますね。あ、入ってはもう。パハン、大好きなんだな。チュ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 のチュ。いや、顔がいいから成立してるのよ。かわいいよ。かわいい。恥ずかしい、顔が熱い。かわいい。これが見本なんだ。やばい、見本なんだじゃないんですよ。これが見本です。やっていただきますからね、お願いします。なんか自分が考えたのも両方やってもいいよ。えぇ、ー、罰ゲームになんないじゃんね。
私が考えたのはねこれでした。毎日一緒に寝よう。あ、じゃあ私もやるからさ、カリちゃんもやってよ。意味わかんない。私が見本やる、全然やるこれ。じゃあさ、これくっつけなよ。これ言う、なんでなんで、同一人物だよ。大中継物じゃねえよ。中継でしまって、まあ、これやるよ。あ、ほんとだ、うん、なんかかぶってんだけど。同一人物、言葉一致してるんで、じゃあこれでお願いします。よし、さっさとやって終わるぞ。いきます。あはー、大好きなんだな。チュ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 のチューだよ。かわいい。毎日一緒に寝よ。チキ。あー、かわいい。帰ろうぜ。もう帰ろう。かわいい。いい連携プレイでしたね。いや、私多分この10秒ですげえ老けたよ、多分。すごい老けたよ今。そういう時あるよね。そういう時ある。そういう時あるよね。私の全部の、あの力、気力、体力全部もう、なんか声優って大変ですねじゃないのよ。声優ってね大変なんだよ。あー、よかった。まあでもね、このね、カニちゃんの可愛いとこも見れたからよかった。2人で初めて書き上げた台本。そうだね、初めて足を引っ張り合ったよね今日。まあいいや、はい、楽しかったからいいとしましょう。楽しかったからいいとします。はい、はい、ということで以上、即席プロポーズ対決でした。はい。